質問、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いは？まずダイナミックマイクはカラオケでよく見るこういうジャガイモ型のマイク、対してコンデンサーマイクはこんな感じで四角くてごついものが多いです。ダイナミックマイクの特徴は頑丈で音質は普通、電源が不要、値段が安い。コンデンサーマイクは繊細で音質が良い、電源が必要、値段が高いです。例えば同じボーカルでもダイナミックマイクはその頑丈さを生かしてライブで、コンデンサーマイクはその音質の良さを生かしてレコーディングで使われることが多いです。よって今から DTM を始めたい人にはコンデンサーマイクをおすすめします。値段はピンキリですが、あまり極端に安いものは選ばず1万円から3万円ぐらいのものを選ぶと良いでしょう。他にも質問あればコメント欄まで。